東ケープ州は南アフリカ共和国の州である。州とはバッファローシティである。交差族の伝統的な住居が見られる。また、この州は反アパルトヘイトの著名な活動家であるネルソン・マンデラやタボムベキ、オリバー・タンボ、ウォルター・シスル、スティーブ・ビコなどを多く輩出した地域であり、また、アフリカーナーの英雄であるアンドリース・スプレトリウスやマルティノス・スプレトリウス。 ポール・クリューガーなどの出身地でもある。1910年の南アフリカ連邦の成立により、ケープ州が成立した。東部地域は南アフリカ政府のバントゥスタン政策により、黒人居住地域はホームランドとして分離、独立を進めた。1976年トランス海共和国として独立。中部地域はシス海共和国として1981年に、 独立した。しかし、財政支出の8割は、南アフリカ政府の補助金に依存し、国際社会からは、独立国家として認知されなかった。アパルトヘイトの撤廃により、トランスイシスカイ両政府は、画界、1994年南アフリカに、併合された。ホームランドの併合に合わせて、州の再編が実施され、ケープ州は分割され、 東ケープ州が発足した。2010年代の南アフリカは干ばつに襲われたが、その中でも東ケープ州は厳しい状況に置かれた。州内では5年以上も幸運がなかったとする地域も存在する。国内で唯一コサ人が全体の8割程度と大多数を占める州である。言語は、東部はコサ人によって話される。コサ語、西部は、 カラードと白人によって話される。アフリカンス語が優勢と東西で2分される。英語は、ポートエリザベスのあるネルソン・マンデラベート死刑に住む、白人によって使用される。東ケープ州の言語分布図、最後の雨は5年前長期の干ばつと戦う7、東ケープ州。AFP2020 年2月5日閲覧。ありがとうございます。